日本神奈川県横浜市西区及松町及松町は神奈川県横浜市の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示未実施区域。郵便番号は220-0032。横浜市西区南東部に位置する。北で、伊勢町、北東で、戸部町、東で、宮崎町、南東で中区の下町、中区宮川町、中区日の出町、南で、 アズが丘南西で、赤門町、西で、霞ヶ丘、北西で、西戸部町と接する。野毛山公園及び野毛山動物園の園地が半ばを占める。関東大震災及び第二次世界大戦による戦災の被害が少なく、観光所関連の建物が多い。RF ラジオ日本野毛山無線基地1876年。 戸部町の一部から横浜町の町名として成立。1878年に横浜区、1889年に横浜市、1927年10月1日、横浜市の区政施行により横浜市中区の町名となる。1935年、第二次市区改正により月岡町の全部及び西戸部町、南太田町の各一部を合わせる。 1944年分区のため、西区お松町となり、同年熟区野下町の一部を編入する。1876年に、当地の花屋敷に、日本最初の名路園が設けられた。明治中期からは、原富太郎、茂木総兵衛、宗田金作、平沼千蔵らの別邸が建てられている。1924年に、横浜市震災記念館には、 野毛山公園、1927年には、横浜市立図書館が設置されている。市立図書館は、第二次世界大戦中は、横浜連隊区司令部が使用し、終戦後は、アメリカ占領軍第8軍が接収、接収解除後は、横浜市復興局が使用した。野毛山公園は、1946年の、復活命令で使用され、以降各種市民集会にたびたび使われている。 1949年には、ソリ町と共に、日本貿易博覧会会場となっている。1951年に、野毛山動物園、遊園地が開園。1958年ラジオ関東がこの地で、開局されている。大井松の多い継承地だったことにちなむと言われている。2019年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。京急本線が地下を通過しているが、当地内に開口部、駅はなく、日の出町駅が最寄りとなる。町駅内には以下の路線バスが運行されている。横浜市営バス、編集の下山動物園横浜市、中央図書館急な坂スタジオ。ありがとうございます。